キャリアハイが28得点ですが、前の試合は26点の松山です。さあ、イーサル入ってきた。スリーポイント打っていく。決まる。共に角度のあるところからスリーポイントを決めていきます。オフェンス、ポゼッションで得点を上げたい、アルティーヌ千葉。ダメデル、ダメデル決める。プレッシャーを受けながらも、しっかりリングを捉えました。さあ、ボールを奪った。ワンオーバーから、ユーロステップへ。トップからディスクにかかりません。アルティーヌの攻撃のチャンス。右からスリー、決まる。76対80。さあ、4点を追ってのアルティーヌ千葉の攻撃。ダメでどうかな、バックショット決める。2点差、78対80。2点で同点ですが、レイアップ決まる。同点、80対80。